あの方だ。そう、なんかね、わかんないんだよね。これ。わかんないけど、多分映っちゃいけないものではないと思うから、いいかなと思って。わかりません、これ。この方は、まあ多分胴体でわかる通り、あの子ですね。この子です。この子がいます。はい。13周年もありがとうございます。こうやってつけるものではないと思うんだけどね。これたまに登場しますね。これチリメイちゃんです。私はダッフィー派です。ダッフィーとジェラトーニが好きです。この子はチリメ。クロミグッズはありますか？そう、私ね、クロミグッズあるかなって思ったんだけど、私はサンリオ好きなんですけど、お姉ちゃんの方が好きで、サンリオ。お姉ちゃんね、マイメロ派なんですよね。だからマイメロのグッズはめっちゃある。でもちょっとここにはないですね。ここにはなかったな。持ってこればよかったね。今始まったところで、そう、昨日ね、いっぱいペンライトうちはありがとうございました。あの13周年のグッズのうちはもうめっちゃ見えました。あのちっちゃいミニうちわみたいなやつ、あれもねすごい見えたよ。ピューロランド行ったことないかも。ない。うん、でも行きたいねってね、最近話したんですよね。行けないけど、行けないんだけど行きたいねって話してた。ハートありがとうございます。ね、情報多くて嬉しい。そう、グループトーク会っていうのもね、あの発表されたんですけど、配信では発表されてないけど、あの公式の方で発表されてましたね。ぜひグループトーク会にも皆さん来てみてください。中野サンプラザ検索、すぐ検索した。なんかどこか分かんなくて、多分聞いたことないっていうか、この愛知県内では聞いたことないから、あ、もしかして中野だから東京と思って調べたら東京だった。東京だね、私の好きな東京だ。名古屋も大好きだけど、東京も好きです。中野サンプラザ行ったことないから、中野駅とか行ったことないから、すごい楽しみ。そう、行けるのも楽しみ、その会場に。ありがとうございます。私名古屋ばっかり行ってたから、そうそうそう、外資とかそういうところばっかり行ってたから、全然ね、他の何会場にあまり行ったことないから知らなかった。ハートありがとうございます。ぜひ皆さん、ぜひ休みだよって方はぜひ来ていただけたら嬉しいです。お待ちしてます。すっごい楽しみ、もうね、今から楽しみですね。どんな感じなのか、先輩方ともこう関われるっていうのも嬉しいですし、コンサート自体もね、すごくすごく久しぶりなので、とても楽しみです。あ、マジカル素敵ありがとうございます。そう、調べたら新宿から5分、そうそう書いてあった。あっちらへんなんだね。地図で見たけど、あっち、あっちみたいな。ありがとうございます。そうだね、19歳になってるね、その時は。
こんばんは。ぜひ皆さんにも見に来ていただけたら嬉しいです。でもね、開催ちゃん無事開催されることを本当にまずは願うしかないなと思って。そう、状況によってはね、もしかしたらってこともね、なきにしもあらずなので、ちょっと私もちゃんと開催できるように気を緩めずに、はい、感染対策はちゃんとねして、本当に無事開催されることを祈ります。まずはそこだな。ライブ当たるようにパワーもらいにトーク会行きます。じゃあ私が当たるように祈りますね。でもね、この前のねトーク会で何人か祈ったんですけど、ちゃんと当たった人いるんですよ。で、私ね、当たる気がしてたんだよね、本当に祈る時にっていう話をねその方にもしたんだけど、なんか当たる気がすると思って、この人は。そしたら当たってました。そう、何人かいたんだよね。だから皆さんぜひちょっと神社みたいに神社みたいに来てください。あれ、責任は取れませんよ。はい、当たんなかったから、ちょっと当たんなかったじゃんっていう文句は受け付けませんけど。はい。神社感覚で神社感覚って合ってんのかな。お賽銭はいらないんですよ。文句は受け付けません。はい、今回一切受け付けません。そうですよ、もう言うて今日5日なんで、6789あと4日で遠く帰れる。早い。何の服着ようかな。何の服着ようかな。どうしようかな。13周年おめありがとうございます。クマです、後ろのぬいぐるみ。ぜひぜひお祈りしに来て。そういえば昨日のトークショーで望遠鏡の曲紹介見れたのが嬉しかった。あれ多分世界初公開じゃない？こうあの場にいなかった人は多分どこにも流れてないから、あの映像多分あそこの場にいなかった人は初めて見たと思うし、あの場にいた人もね、あの場以外は見れないから、かなり貴重な映像ですね。どこにも流れてないから、本当にガチガチのガチで流れてない。懐かしいよね。
しいですね。すごいなんかなんか懐かしくなった。ああそう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 、昨日のトークショーの中でこう最初のお披露目の時と印象変わった人みたいな指さす時に私自分って指したんですよ。ちょっとね時間がなくてこう全員は話せなかったんで、ちょっと私のね私自分で指して終わっちゃったんですよ。これ多分5回読むかなと思ってなんでだろうってみんなきっと思ってるなと思って後で言おうと思ってたんですけど、そうなんで自分にしたかっていうと猫かぶってたわけじゃないんですよ。そう猫かぶってたわけじゃなくてこう私本当にこうなんだ初めて会った人にこう心開くのがめちゃめちゃ遅いんですね。めちゃめちゃ遅いというかこうなかなか人にこう心開けないんですよ心開けないって言ったらなんかあれだけどこう仲良くなるまでにめちゃめちゃ時間かかる人で、そうだからなんだろう本当に自分を見せてるのってこう私はなんだろうな、例えば幼稚園から友達の子とか、そうあと小学校入った、小1とか小2とかから仲いい子とかがこうなんだろうな、そういうくらいの子がまあ一番こう私は心を開く、心を開くっていうかなんだろうな、そう本当に時間かかっちゃうのね、自分では分かんないんだけど、そう時間かかっちゃう人で、そう人見知りっていうのかな、なんだろうね。でやっぱお披露目の時ってまだ出会って1ヶ月とかだから、やっぱ私的にはもうなかなかもう自分をこう出せないわけですよ。苦手だからこう出すのがね。そうあ13周年おめでありがとうございます。そうだからこうなんだろうな、まあその時とこうみんなのこう仲の良さとかもまあもちろんね月日が経つたんびにこう変わっていくじゃないですか。いろんなことみんなでやってこう絆が深まってみたいな、そうだから私は個人的に分かんない、周りの子はね私正直あんま変わってない、そんなねもちろんみんな言ってたけど猫かぶってるっていう子は本当にいなかったんですよ。もう明らかに違うみたいな子はいなかったから、そしたらもう自分かなと思って、そう自分が今はすごいみんなと自然に話せるようになったし、そうすごいなんだろうな、うん、猫かぶってるわけじゃないんだよ。でもそれも私なんですよ。そうお披露目の時の私も私なんだけど、今のなんだろうな、今の方がより私みたいな感じです。そうね、あの頃とは今は比べたらうんすごくあれかな、なんか自分をねちゃんと持てるようになったかなって思いますね。じゃあ心開いてないって言ったらなんかすっごいさ、なんか印象悪くないなんか印象悪いかなって思ったけど、うん、心開いてないっていうよりかなんだろうね、難しいね言葉って。最近地平線じゃなくなったね、わらないかも、うん、なんか
で変遷じゃなくなりましたね。なんだろう、きっかけがあったわけじゃないけど、そう、皆さんと話すのも慣れてきて多分ね、あのね、私はトーク会がやっぱねでかいと思う。皆さんとこう話すときにトーク会があってからなんかね、ファンの方と距離が縮まったから話しやすくなったっていうのは思うかも。こうショールームでももちろん前も話しやすかったけど、こうより皆さんと会って、あ、こういう方なんだとか、すごいなんか、あ、ショールームでコメントした人が目の前にいるみたいな、そういうね、あのなんかあの皆さんで言うと、なんだろうな、だから皆さんがメンバー、あ、メンバーがいるみたいな、そういう感覚、私も、あ、何々さんがいるみたいな、そういう感覚でトーク会やってますはい、こんばんは。そっからな気がする、トーク会してからもう地平線ではなくなりましたね。地平線って何って思う方いっぱいいそうだけどコメントと直接とか想像と違った人とかいる、あんまいないか、なんか、そのいい意味でギャップっていうの、こういい意味でなかったかも。その通りだったその通りって感じ、いい意味でだよ、いい意味で、ね、でもっとね、もっと殻破りたいですね。まだなんかまだね、まだ皮ありそうですね。こう一皮むけたけど、まだあるかなって。なんかアバターがね、連想するよりか、なんかコメント見てて、このショールームでコメント見て、そこにあのその人が浮かび上がってくるって感じかな、どっちかっていうと逆かも。コメント見てる時に顔浮かんでくる。一皮むけてめっちゃキャラ変したらどうしよう。キャラ変、今もキャラないけど、ベースは変わんないです、はい、大丈夫ベースがガラって変わることは多分ない、多分ね、が何があるか分かんないか。いや、もうどしどしコメントしてください、はい何担当だろう、わかんない、何担当ですかね、虫担当で、はい、虫状況担当で。13周年目ありがとうございます。芋キャラにしたつもりは何もないんですけど、ただただ好きな食べ物がお芋ってだけです。この週末は仕事でみーちゃん部に間に合わないのです。
じゃあ別日で待ってます。別日で絶対に来てください。かのんちゃんが芋のやつ喜んでくれてよかったって。そう、本当にかのんちゃんに伝えたい。もう本当に美味しすぎてありがとう。本当にありがとう、かのんちゃん。本当にね、昨日メールで送った芋のお菓子ずっと食べたくて、本当に本当に食べたかったやつなんですよ、あれ。本当に食べたかったのかのんちゃん。そう、そうしたら、そうかのんちゃんが芋って書いた紙袋持ってて、もしやと思って、私が見たことある文字だと思って、そしたら私の食べたかったやつだ。本当に嬉しかった。終わって速攻で食べたんですけど、もう本当に美味しすぎて、あと100個食べれるっていうぐらい本当に美味しかった。からみんな明日かのんちゃんのショールームあったら伝えておいてください。本当に喜んでたよって。本当にめちゃめちゃ喜んでたよって言っていて、もうこの前ね、何だったかな、あ、チーム E のアンダーに出た時もなんか芋のお菓子、スイートポテトだったかな、持ってきてくれてて、そう、かのんちゃんがね、かのんちゃんってもしや芋好きと思って、どうなんだろう、たまたまなのかな。この前もね、そう、スイートポテト持ってきてくれてたんだよね。みんなでもし皆さん見に来たら、私の分まで伝えてください。多分私もね、ちょうど見てたら伝えるけど、起きてるか分かんないから。お願いします、皆さんの出番です。魔法陣ありがとうございます。いやでもね、そのチーム E の時夏だったんだよね。利用してないよ。みんなそんな考えはしないで。そうで、7時は起きれないよ。もう7時は爆睡だよ。昨日本当に爆睡して、皆さんブログ見たかな、見てないかな、後で見てほしいんですけど、本当に腰が痛すぎて、今でも痛いんですけど、本当に痛いの腰が。なんか腰痛いってあんま感じないけど、普段本当になんか腕も痛いのね。腕も痛くて、まあ、肩もまあ痛いっちゃ痛くて、足はそこまでなの。腰が痛くて、腰が腰痛い人いますか、仲間。腰がね、やられちゃった。本当に。筋肉、腰の筋肉痛って何って感じ。あ、みんな体痛いって言ってる？やっぱそうだよね。プライベートでマッサージとか行ったりする？体のね、マッサージはね、なんかね、一時期、いつの時だろう、なんか一時期めっちゃ踊った時に、もう本当にずっと体痛くて、それでマッサージは行ったんですけど、久しく行ってないですね。ぎっくり腰つらい、ぎっくり腰はつらい。腰って痛くなるんだね。あんまりなんないからちょっと不思議な感じ。わ、高速バス12時間、12時間やばいね。一日の半分じゃん。わざわざありがとうございます、劇場公演のために。
ピノキオ君のせいか。ああなるほど、それはありますね。ピノキオ君のせいかもしれない。ぎっくり腰で本当に大変みたいですね。なんか私の知り合い親戚わかんないけど、なんか何だったかな、こう寒くてブルってしたらぎっくり腰になったみたいな聞きました。あれそれだったかな、怖いですね。いつなるかわかんないから。東京から名古屋、あーそっか。私もね昔ディズニーに夜行バスで行きましたね。あんま覚えてないけど。そうポジションがね、そういつもと違ったんですよ。ミレタンのところをやってたので、すごい2回目だったからすっごい緊張した。もう大丈夫か不安で不安で。そうなんか結構ね元のボジは本当に何十回もやってたから、こう練習の期間からね、だから結構自然と体が動くんだけど、やっぱ慣れてないと頭使わなきゃいけないから、すごいね大変でしたね。そう詩人のソロダンスも、あソロダンスあるじゃんと思って、メレザンボジだからあると思って、あどうしようかなって考えてちょっと書いてみましたね。そうした、そうそうそう、こう前変わった時は全部ねこう全員ほぼ全員変わった時は結構ミオタンと一緒のところが多かったんですけど、今回はミキタンと一緒のところが多かったですね。そうめっちゃ目あったのミキタンと。めっちゃ目あった、うん、子犬とかめっちゃ目あったし、うん全部なんいっぱいあってた。でも本当にねメンバーとメイヤンとねめっちゃ元気出る、なんか嬉しくなる。本当ありがとうございます。そう私結構ね集中しちゃうと周り見てない見れなくなっちゃうんだけど、ちょっとやっぱメンバーの顔ちゃんと見なきゃなって思った。なんか落ち着くからちゃんと見ようって思った。でミネタンポジも自分のポジもどっちも楽しいですすごく。ミネタンポジやったらねすごい新鮮っていうかやったことない2人とかいっぱい出てくるから、それもねすごい楽しいんですよね。30年ありがとうございます。たまにはバッターしたくない。いや私多分ピッチャーでもギリあれギリセーフぐらい、本当に私下手なんですよ多分投げるの、なんか多分ねギリギリセーフなんですけど、こっちやったら下手くそなんです。実際のあれだったら私のボールはまず届いてないですね、ミキちゃんのところまで届かないと思います。本当に私ボール投げれないリカちゃんがさっき声でミキがワンワン言い合ってたって言ってた。あーそこかな。あ待って、あそこだ。どこって言ったらいいんだろう。A メロ B メロ。A メロ？え、わかんない。そこら辺のところに。ガチで言ってるんですよね声出して、多分聞こえてない、さすがに聞こえてないと思うんですけど、 A メロの A メロ B メロなんで言ったらいいんだろうのところでこう追いかけ回るみたいなところがあるんですけど、そこで本当に声出してました。声出してた、聞こえてたかな。
定点じゃないと分かんない、絶対に定点で見ないとね 100% 分かんないところなんだけど。は普通に声出してましたね。大丈夫かなってぐらい声出しました聞こえてたんだね、リカちゃんに。知らなかった。マジカルリボンありがとうございます。こんばんは。球技は全部苦手、もう球技はできません。はい、こんばんは。マジカルリボンありがとうございます。昨日さ、あれプレゼントいただいたんですよ。そうそうそう。でさっきこのカメラセットして、あちょっとメイク直そうと思ってしたいって、あメイク直して、あプレゼント持ってこようと思ったら普通に忘れてメイク直して戻ってきちゃったプレゼント置いてきちゃった。ピエンパオ、ピエンパオなんか言わないよ。帽子ありがとうございます。これマジカル帽子とかいうのかな、これ普通の帽子か。だから次紹介しますね。もうちょっと、あ次のショールームで紹介します。ちょっと待ってくださいはい待ってください。昨日は誕生日でした、おめでとうございます。昨日ショールームできなくてごめんね、おめでとう。なんかこの前言ってたっけ、言ってた気がする、言ってない、もうすぐ誕生日って言ってなかったかな。言ってたよね、覚えてるよ、ほら覚えてる覚えてる覚えてるよ。ケーキ食べました。あ、ショートケーキ食べた。ちょっと今ね、私チーズケーキかなと思ってたんだけど違ったねショートケーキか、いいな、いいな。なんかアバターが黄色かったからチーズケーキかなと思ったんだけど違ったね。そう、そういえば皆さんにね謝んなきゃいけないことがあります。多分今年の誕生日ケーキはアイスクリームケーキじゃないかもしれない。私すごいアイスクリームケーキが毎年そう好きで食べてるんですけど、あのねもうめちゃめちゃ美味しいケーキ屋さんを見つけちゃって、そう本当にね美味しいケーキ屋さん見つけちゃったの。だから今年はそこで買っちゃうかもしれない。そうなの。そう。そう出会っちゃったんだよね。
ちょっとこのケーキはね教えられないんだけど、そう教えたいんだけど、めちゃめちゃちょっと教えれないんだけど、あのね、そうこの前そこのケーキを食べて、もうそしたら美味しすぎてびっくりしたよね。そう、そうごめん推し変しちゃったの。そうなの。でもみんなはアイスクリームケーキ食べてねみんなはアイスクリームケーキ食べてね。ちょっとねそこのケーキ食べたいんだよね。言えないからさ言えないからさ、ちょっと定休日だったら辛いなわかんない、調べてないからわかんないけど気になるよね、気になるよね、言いたいんだけど言えないんだよね。だから言えないってなんて見て調べとくわけないよ、言えない。まさかの不二家、不二家も美味しいよね。不二家美味しくない？なんかね、不二家の、あの話変わっちゃうんだけど、不二家じゃないんだけど、不二家も好きで、あのさ不二家のネクターってあるじゃないですか、ピーチの、あれ不二家、うん、不二家のピーチのネクターのフロートみたいなやつがをなんか食べたんですよ前。そうロートみたいなのがなんか売ってて、グーグーありがとうございます、食べたんだけど美味しかったの。めっちゃネクターって美味しくない？めっちゃ好きなんだよね。そう、不二家のお店みたいなのがなんかあってね、そこで食べたんだけど美味しかった。クリスマスにケーキ食べる文化を作ったって不二家でしょ？そうなの？知らない知らないうわー、不二家のキャラクターのペコちゃんのボーイフレンドはなんて名前でしょう？なんだっけ、顔わかるよ、ペコちゃんでしょ、ペコちゃんとポコくんとかなんかちょっと似てる感じな気がする。ポコくんです。え、当たったの？知らなかった。こんなことある？嘘。
らない、びっくりした今。当たるの？そんなこと、本当にガチで知らないって。どこで知るん？知らんよ。びっくりした今、冗談かと思った。やば、ちょっと藤井に縁あるかもしれないな。ペコちゃんに縁あるかも。本当にびっくりしちゃった。ちまさ、あのなんていうの、正直言うと、もう絶対当たんないだろうなと思ってたんですよ。そう、絶対当たんないだろうなと思って言ったら本当に当たっちゃった。そんなことあるんだね、びっくりびっくり。うん、使い果たしたわ、うん、使い果たした。こんな当たる。シアの親会社で勤めて、だから詳しいんですね。普通ね、出てこないもん、ね、ペコちゃんのボーイフレンドの名前は普通出てこない。いやー、ちょっとここ1ヶ月で一番ちょっとびっくりした。何、桃丸ごとケーキ、何それ、知らない。でも桃の季節ってもう終わっちゃいましたよね。桃好きなんだよな。剣はあれでしょ、なんだっけ、トイストーリーだよね。いや面白いな。面白いな本当に。リカちゃんのボーイフレンドって、あっちのリカちゃんだよね、この人形の方ね。いたっけ、まず。まずいたっけ、いたっけ、ボーイフレンドいたっけ。そう、バービーは K なんだよ。違う、人形で、人形に、人形の話、これ人形の話。でも聞いたことあるんだよな。いやダメだもん、なんかもう、うん、使い果たしたからいい言葉出てこない。出てこない。フルネーム？フルネーム？フルネーム？でもさ、日本人？日本人なのか、日本人なのかな、人形のリカちゃんって。でこの部屋にリカちゃんいると思うんだよな、人形の。いるとしたらこの部屋なんですよね。ないな。分かんない、読めないか、かやま、分かんない。ハーフなんだ、
ジカルリボンありがとうございます。ハーブなんだ何の話してんの私たち。リカちゃんの話してる。人形の人形の、みんな遊ぶ、みんなあれじゃない、みんな遊ぶんだ。で皆さんってウルトラマンとかじゃない、ウルトラマンとかなんだろうと、仮面ライダーとか、あの本当今日はなんか13周年のお話しようとか考えてたんですけど、なんか人形の話し方、話し方、人形の話し方じゃない、人形の話になってる。ね、もうどっから脱線したのかもわかんないですね。なんかいつもそうじゃないですか、この私のルームさ、話が飛びすぎてさ、こんなもんなのかな他のルームも。いいね、ありがとうございます。もう毎回脱線しろ、脱線しない日ないもん。私がアイスクリームケーキの話したから、そっから帰っちゃった。こんばんは。ポコちゃんは奇跡ですね。じゃあポコくんじゃない、ポコちゃんなんで、ね、男の子はポコくんでいいけど、暴走はしないよ暴走はしてない、ちゃんとちゃんと線路の上、線路の上だから大丈夫。クロミちゃんとコラボは本当に嬉しい。クロミちゃん、クロミちゃん本当に嬉しい。あのクロミちゃんがさ、スキーの衣装着てるってやつが可愛すぎて、あのぬいぐるみがあるならば欲しい。皆さんも使ってくださいね、クロミちゃんのあのカバンとかタオルとかパーカーとか、多分ね持ってたらね、会社の会社で持ってたりしたら多分注目の的ですよ。うん注目の的だと。クロミちゃん好きな人多いから。絶対に話題になる話題になるよ。私も普通に使いたい、トートバッグとかパーカーとかタオルも使いたいし、あとポーチとかも買いたかったし、全部使いたい。それ持って境の町歩いてください。恥ずかしくないよ、クロミだよ、クロミちゃん。
見さんこんばんは。あ、初見さんお一人こんばんは。そうね、ロフトでショポップアップショップやるみたいなので、皆さんロフト行くでしょ、行かないかな。みんなロフトでも分かるよね、どこにあるか。有名だよね、私も何回も行ったよ。人のポップアップで買えるのかな、どうなんだろう、わかんないけど、ネットとかでもあるのかな。そこまではまだね情報出てないんだけど、あ、どっちのロフトだろう、わかんないどっちのロフトって言ってたかな、境かな、名機かな、どっちもロフトありますけどね。どっちだっけ、わかんない、いませんまた詳しい情報出たらね共有しましょう。あ、ありがとうございます。どっちのロフトも私行ったことあるんで、普通に買い物します。まあ多分栄だと思う。名機もあるよ、上の方にある名鉄百貨店、名鉄百貨店、うん、の上の方にあります。いやもうこれで通じるよ、本当に名鉄百貨店の上上にある。いやーいいね、ピューロランドでイベントなんて最高じゃないですか。それは皆さん次第ですわかんないけどわかんないけど、好評だったらねあり得るかもしれないですよね。皆さんグッズ集めましょう、一緒。私も全部欲しい、全部もらえるかなもらおうとしてる全部もらえるかな、もらいたい、もらえなかったら買います、はい、自腹で買います、欲しいから。いやもう買うんでどっちにしろ、はい23周年おめでとう、ありがとうございます。わあ、亀社の衣装着てクロミちゃんグッズね、写真撮れたら最高だ。確かに、でもそれを撮れるのってあれなんですよね、多分なかなか機会があまりない。もう10期生で言ったらワンチャンあるのは二分海虫二分海虫ですね、一番チャンスあるのは。でもその時にグッズと写真を撮る。ちょっと止まっちゃいました、ごめんなさい。充電があと 20% です。でこの部屋には充電器がありましたね、大丈夫。なんか最近雰囲気変わったねってなんか所々で言われるんですけど、多分髪型かな、多分ね、ちょっと前髪がね薄いからだと思うんだよね、量が。なんか前あの量薄いに反応しないでねあの薄いからだと思うんですよ、はい、だと思う、言われるのは。
そのせいかな、特に何も変わってない。メイクもそんな変えてないし、顔変わったかな、わかんない。声枯れてる？昨日だったからかな。え、皆さんすぐ反応しちゃうから。前髪ちょっと薄くしてみました。なんかいろんな髪型やった方が面白いかなと思って。でもね、ちょっと昨日さ、昨日本当にもういつも以上に汗かいちゃって、もう最後の方が前髪ボロボロで、やばかった。分かったんだけど、そう、前髪ちょっと薄くしました。でもまだね、薄くしてる途中だからね、ちょっとね、邪魔な毛がいっぱいあるんですけど、この辺がね、早く伸びていただいて。でも、前髪薄くすると印象変わりますね、ちょっと。アベカなしはしない。アベカなしか。公園とかでは、でも今はできないからね。どっちにしろね。ショールームでもやらないかな。でもいつかは見れるかもしれないです。でも休みが期間があると、なんか、この休みでなんか変えようって思うかな、結構。今回は前髪を薄くしてみました。いつかはおでこ出し見れます、いつかね、いつか。髪型変え、何に変えたい。でもそんな変えたい、あんまり結ばないんですよね、普段。だから巻き下ろしとかがいいかな、やるとしたら。13周年おめありがとうございます。でもトーク会もね、何の髪型にしようかな迷いますね。まあ、楽しみにしててください。巻くのはできないんですけど、することはできるので、はい。水今日1リットル飲めたかな、わかんないけど、本当にこのコップは3杯は今日飲んだから、結構飲んでると。くるくるしたいよ、グループトーク会の組み合わせは見たの？見ました。皆さんと同じタイミングで見ました。高校生の時のリボン、リボンなんだっけ、リボンって、リボンってなんだっけ、思い出せない。ウェーブも巻きだね、巻きになっちゃう。巻くの好きだよ。
日のグループトーク会間に合ったら行くね、待ってます。皆さんグループトーク会もね、年初発です。はい、年初発なので私9日はぜひぜひぜひ来てください。編み込みね、結構編み込みは昔はできなかったんだけどできるようになりましたね今するって巻くやつはお姉さんと共有、家族、あ、まあ、お母さんと3人で、お父さんは共有してないので3人で同じの使ってますね。でもね、ストレートアイロンはね、色違いのやつが2個あります。黒と白でね、2個ある。ツインテール嫌じゃないよ、嫌じゃないけど、あ、でも、うん、嫌じゃないけどあんまりしないね。ほら、編み込み終わり。昔はね、四つ編みができたの、教えてもらって、中学の時に美容院にいた時に教えてもらって四つ編みできたんだけど忘れちゃったんだよね。うん、髪の毛はねメイクさんにやってもらいます。さすがに自分じゃあんな、サラサラにはできない。メイクさんってすごい、本当に。四つ編みのメリットって何なん？分からんね。四つ編みってどういう時に使うんだろう、覚えてないあんまり。中二の話なんで。三つ編みと四つ編みって見た目全然違うの覚えてない、中二の話なんで。フィッシュボーンもね、なんか昔やってたけどもう覚えてない、もう中学の頃の話なんで。そう、トーク会は自分でやります、全部。髪の毛もだから自分の好きなためのツインはちょっとしないかなしないかな。ね、どこで何の髪型しようかっていうのは私大体当日か、じゃ服によって決めますので、決めますので決めるから、ね、何日になりっていうのはまだ決めてないんですけど、服によりますね。あ、これはポニーテールがいいかなとか、あ、これは下ろした方がいいなとか、あ、この髪型に合わせたいみたいなあるから、うん、まあどの日にどういう服でどういう髪型っていうのはちょっと楽しみに。
グループトークと個別は髪型クソを引けていく。わかんない、どんな感じかがねちょっとわかんないかな、初めてだからさ何とも言えないな。ねえ、私もねわかんない、どんな感じかからちょっとドキドキですね。こんばんは、なんかなんか置いてあったから見ちゃった。機密ですねこれ。なんかお姉ちゃんアニメとかね見るんですよ。鬼滅も見てるみたい。多分鬼滅のやつか。家族みんなでの旅行の思い出ってある？家族みんなでは昔はね毎年夏にディズニー行ってましたね。そうで、みんなで水のショーで楽しんでた楽しんでた。そう、あとはまあユニバ行ったりとか。だいたいね私の家急に決まってるんですよ。昔は、まあ、今はなんか朝早く起きなきゃいけないとか考えるからまあ、大体ね前日までには決めるんですけど、昔はなんか朝起きてなんか今日行くみたいな、ユニバ行くみたいな感じでユニバ行ったっていう思い出ありますね。でもね最近はやっぱ家族旅行は行けてないからな。最後にみんなで家族旅行お泊まりっていうのはなかなかないかも。お泊まりじゃないのは思い出せるけど、お泊まりはちょっと思い出せないです。10日からの鬼滅楽しみ。10日からの鬼滅があるんだ。ちっちゃい頃だからできたやつそうだね、車で行ってたね。昔は車で行ってた。私はまあ寝る担当で寝てました。ではね、もう夜中のサービスエリアがなんといっても楽しいんですよね。今でも覚えてる、なんかお姉ちゃんと私とお父さん3人で行ったんですよね。そう、3人で行って、途中でサービスエリアでなんかチョコレート買って食べながら行ってました。もう周りすごい疲れ、みんな夜行バスで疲れてる人だらけだ。好きなんだよねサービスエリア。結構ね、まあ、お父さんと私とお姉ちゃん3人で行くこともありましたね。ユニバもねちょっと待ってね、声が声が出ない、ちょっと待ってハートありがとうございます。え、声枯れてる？声枯れてない。ああ。こんばんは。
喋ってるとねちょっと声が枯れちゃう。怖がりした？本当に遅めだね。そう、大阪行ったことあって、昔、結構前なんですけど、そう、大阪行って、私とお姉ちゃんはユニバ行って、お父さんは甲子園見に行ったのかな。と、そう、なんか甲子園行くから大阪行くけどついてくるみたいな、でも行く行くみたいな感じで一緒に途中まで送ってもらって、よくわからない駅で降りてよくわからない駅ついて、そこからお姉ちゃんと電車でとことことユニバに行って、ユニバで喧嘩して帰るっていう、はい、喧嘩するのに行くんですよね。甲子園はちょっと分かんないかなルールがちょっと分からない。そう、喧嘩するの毎回。もう喧嘩しないよ、もう喧嘩しないけど、お水飲むとね、ちょっと空気が入っちゃう。こんばんは。韓国語でありがとうございます。わかんない、何の駅だったんだろうね、あそこ。何駅だろう。マックがあったの覚えてるマックあるなって思ったの覚えてないけど、知らない駅だ。割と年齢離れてたはずじゃない。お姉ちゃんは5歳上です。ハートありがとうございます。マックある駅めっちゃ確かに確かに確かに。みーちゃん車どこ座りますか。あ、定位置あります。え、定位置みたいな字だ。定位置。私は後ろの左後ろの左が好き。今何時ですか。この部屋時計ないんですよ、ね、ない。あ、52分やば待って、今30分ぐらいかと思った。やばいね、あと8分じゃん。では3分前になったら教えてください。そう、後ろの右はなんか嫌なんですよね。左がいい。うん、いつも定位置に座る。え、私一人ですか今今一人なの。なんか恥ずかしいね。最後の一人じゃん。じゃあ13周年の話をしようか。あと8分しかないんだけど8分でいけるかな。ハートありがとうございます。右が安全なの。じゃあ右にしよう右お姉ちゃん座ってるんですけどね。交換してもらおうかな。そうだって左の方がさ景色見えるよね。そうだ、
真面目に13周年語っていう。ちょっと待って、今から語るの結構きついかもしれないこの雰囲気で急に真面目な話いけないよ。まあまあいつでも話せますしね。はいはい。新幹線の席、窓側がいいね。いいな。いいですね。窓側が好き。そうですね。昨日も喋りましたね。確かに。こんばんは。E なのかな。A B C D E。A か E がいい。合ってる？新幹線から浜名湖見るのが好き。めっちゃわかる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 。それってあれですよね。それ A じゃない？ A じゃないと見えないよね。A は浜名湖でしょ？ E でだと富士山だよね。なかなか浜名湖見れる機会ないんですけど、A にならないとあれだから。そう、大体さ、家族違う、大体お母さんと乗るんだけど、そうお母さんと乗るから、あれ A じゃない、あれ E、 んどっちだわかんないけど、いつもね、そうそう E とかが多いから、たまに A 乗ると海が見える。A の方が好きですね。たまに景色がさ、また変わるからさ、いいと A でいいよね。新幹線で寝過ごしたことはまだない。うん、だいたい誰かも、あ、でも一回友達が寝ちゃって、そう友達となんか二人で行った時に友達が寝ちゃって、私が起きてなきゃいけなくて、でも私ももう眠さ限界で、もう半目になってもこんなんなりながらなんとか起きてた。なんかちょっと寝てばあってなって、やばい京都行ったかもって思ったらまだだったみたいなのもあります。やばい、57分だ。じゃあランキング読みます。いきます。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。ありがとうございました。ハートもありがとうございます。じゃあ13って縮小タイムしようかな。どっちが13だろう。これじゃ変、これで合ってる、逆じゃないこれって。逆？こっち？こっちか。
あ、見えない。じっとして、はい。もう行けましたね。ありがとうございます。じゃあ皆さん、もう12時回ったら14周年目に入るということで、はい、ね、13周年も、去年は12周年お祝いできて、今回は13周年お祝いできて本当によかった。次は14周年もお祝いできるように私も頑張りたいと思います。はい、そして14周年目もね、まあいろんなことがあると思いますが、皆さんこれからもよろしくお願いします。まだまだ